今日は男女平等についいいてて話していきたいと思いますというのもあのファミリーマートのお母さん食堂このお母さん食堂っていうネーミングについてちょっと炎上したじゃないですか、まあ、このことについても後で話していくんですけどもこの男女平等って考えた時にいつも,もう気になるのがどこまでね男と女を平等にするつもりなんだっていうのがねすごいこの問題 <laughs> 取る時にいつも思うんですよで男と女ってほら力が強いのが男の方が力強いしまあ 力仕事って言ったらもう男女平等にはなり得ないよね。当然だけど。でから、脳みその作りも違うじゃないですか。その、女性が優れてる部分と男が優れてる部分って、どっちが優れてるじゃなくて、どっちのいいとこどっちも悪いとこもやっぱあるわけで。で、それはね、全部の男に当てはまるもんでもないし、全部の女性に当てはまるもんでもないと思うんですよ。ただ、多くの男性が当てはまる、多くの女性が当てはまるってのはあると思うんですよね。そのやっぱ性別の違いで。で、僕なんか、その、まあ、どっちかっていうと、まあ、男のに近いと思うんですよ。その、まあ、地図が読めるんですね。その、 方向感覚が優れてて地図が覚えられる東西南北もすぐ分かるし、まあ、あと空間把握能力っていうのも高いんで、えー、運転とか車の運転うまいんですよだからどこの,この幅でこの物体は通るっていうのが分かったりもするしあと運動神経もやっぱりいい方なんですねでまあ女性が運動神経悪いとかではないけどやっぱり空間把握能力は女性の方が良くなかったりだ車の運転が苦手な方が多かったりそのなんだろう地図がやっぱ見づらいって 覚えづらい方向音痴の方が多いっていうのは僕はその統計的に当てはまると思うんですよ。その男女差別とかではなくその能力として。ただね逆に男がダメなところもいっぱいあって特に僕なんかね物が探せないっていう致命的な病気を抱えてるんですよ。あの本当に自分でポッと置いたものが分かんなくなるんですね。だから例えば私もそれ人に聞くんだけど人に聞く前にね例えばボールペンだったらボールペンポッと置いて「あれ俺のボールペンどっか行っちゃった?」ってもう散々探すんですよテーブルの周りを。で挙句のあてにはねその自分が通ったとこ探しながら「絶対ないない」って。 もう、俺のボールペンは俺では探せない。って、分からない。俺の目の前にもないって分かった上で人に聞くんですね。その女性とかにね。ごめんなさい、俺のボールペンないんだけど見つけたら教えてみたいなことに聞くと、あ、そこにあるじゃないですかって目の前にあるわけよ。あ,あ、本当だって。テーブルの前の前だって、あ,あ、これのだみたいなさ。もうそれぐらい、まあちょっと極端だけど、それぐらい物が探せないのね、俺。で、でも逆に、なんか誰かがいたずらで物を隠したりするとすぐ探せたりするのね。あいつ、多分この辺に物を隠してんだろうな、みたいな。こう推理して、あ、ここだなって、ああったっていうのが。 そういうのは能力高いんだけど自分でやったもの,はやっものは全然探せないわけねで、まあ、女性の方がさその細かいところを気づくっていうのもね、まあ、あると思うんですよ人の変化とかに気づけたりってそれは女性の素晴らしいところでもあって、まあ、個性だと思うんですね男でも、ね、そういうところ気づける人もいれば女性でも気づけない人もいるっていうだからさ個性であってね例えば女性なのにすごく女性なのにっていうか女性でその政治家に向いてる方もいらっしゃると思うんですねそういう政治的な能力高い方 そういうことは政治家になるべきだと思うし、そういう方が女性だっていうだけで政治家になれない社会はおかしいと思いますよ。で、ね、例えば会社の管理職っていうのも、その女性でも全然優れてる方になればいいんだけども、その女性っていう理由だけで管理職になれないっていうのは良くないと思うし、ただ日本っていうのが今の現状でそういう社会になってる。あの政治家で女性の割合が各国の先進国において少なかったり、管理職っていうのも、 少ないいっていうのは女性の方が少ないっていうのは世界と比べてそうだっていうのは確かにそうだと思うから日本という社会が女性の社会進出を妨げているような差別があるっていうのは認めるべきだと思うんだけどただねどこまで平等にするんだっていうのはね逆に男ののが差別を受けていることとも世の中多いと思うんですよねだから男だからとか男らしくとかってことも言っちゃえば逆の意味で。 男が差別されててるわけであってそれについてあんまり男ってギャー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 言わないと思うんですよね。それはまあ男性の方がその社会的にこう優遇されてるから言わないっていうのもあると思うんだけどなんか女性のフェミニストの方がそのことについて声高にそのさっき言ったファミリーマートのお母さん食堂でもそうなんだけどあんまり騒ぐことがねあんまりそれについてわーわー言ってない女性にとってマイナスに働いてることが大きいんじゃないかなと思ってね。言言えばううほどもうそんな騒ぎやがってってていう こことととででで騒いるるよよううな、ね、ことが多すぎると思うんですぎ思んね世の中だからその最近ディータさんお母さん食堂のこともねその女子高生が始めた活動でまあ概要欄全部貼っとくんでね気になる方見てほしいんですけども7,000人強ぐらいその賛同署名で賛同されたみたいなんだけどそれはすごい意味もあると思うねファミリーマート1社を責めるわけではなくてその商品名企業がつける商品名によって潜在的にその差別意識を薄何 埋め込め込てててしまうう可能性ががああるる商品っていいいのがあるんで、で、気をつけてくださいみたいな意味でファミリーマート1社攻めるわけじゃなくて声を上げたっていうのでまあねこの先企業が商品名つける上で気にするってところはこの運動によって起こったかもしれないんでそれは別にいいと思うんだけどただそれにくっついて周りのさ女子高生とかじゃなくてその大人たちフェミニストて言われる大人たちが噛みつき具合っていうのがねなんかあまりにもなんか。 うん自分たちが正しいと思って意見言い過ぎてるような気がしてまあこの動画撮ってるんですけどもまあそれ以外にもほら「紅白」でさ大泉洋さんがさ「お母さんの仕事って大変だなと思いました」みたいな「何お母さんの仕事」ってまあ、そこでちょっと炎上したりさまああと YouTube でとごめんなさい名前出てこないんですけどあのリュウジさんの料理のやつかなあのまあ何度か見てるんですけどその お酒飲みながら料理おつまみ作る男の料理みたいな感じの料理家の方がそのお兄さん食堂にしようかなみたいなことをなんかお兄さんのところでも始めるかみたいなことだったと思うんだけどツイートしてそれもちょっとプチ炎上みたいになったりとかしててねそんなんで炎上する必要もねえんじゃないかなと思うのねだから男女平等ってどこまでを平等にするんだろうっていうのもすごく思うのねそのもともとさっき言ったみたいな能力の違いっていうのも男と女で、まあ、あると思うし だからその能力ある人がある女性がその差別によってその役職につけなかったり社会進出できないのはよくないと思うんだけどなんかあんまりガー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 ねあーのー噛みつくっていうのも逆に女性の社会進出とってよくないんじゃないかなと思うんですよね一部の方がやりすぎてるような気がしてねこの画を撮ってみました。よかったらねコメント欄にねまあ皆さんに意見聞かせてもらえると嬉しいです。 またよかったらチャンネル登録してくれると、こういう動画を上げていく励みになるのでよろしくお願いいたします。それではね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。